オールハイルブリタニア、オールハイルブリタニア、日本万歳、日本万歳。世界が動いていく。もう誰にも止めることはできない。たった一人の思い、たった一つの願い。始まりは小さなものだった。世界は生まれていく。古い明日を脱ぎ捨てるように、果てしなく強い思い、かけがえのない願い。それらはやがて一つの道になる。そう、世界は次のあり方に進もうとしている。あまたの欲望と感情のうねりとともに、そう、世界は進む。もう立ち止まることはない。時を刻む針を止めたくないと望んだ人がいるから。オールハイルブリタニア、日本万歳。オールハイルブリタニア、日本万歳。オールハイルブリタニア、オールハイルブリタニア、日本万歳、日本万歳。とうとう世界が二分化しちまった。これは大きな戦いになるね、ゼロ。しかし、よかったのかい？皇女様とは親友同士なんだろ？はい、私とマリーは何年も前からの、そしてこれからも。だからこそ私たちは離れなければいけません。このグリンダ騎士団の戦力は国内外からマリーが危険視される要因となります。大きすぎる力は力を持たない人への大きな恐怖と圧力になる。だから私はマリーが力を持たなくてもいい世界を作りたいんです。守りたいからこそ離れるか。エニアグラム卿、エリア11のシュナイゼル殿下から通信が入っています。つなぎな。ノネット、放送を見ていたね。君にもエリア11に来てほしい。ちょうど足の速い船でそちらに向かうところです。殿下のお気に入りの子らと一緒ですよ。オズ、君たちか。それは楽しみだ。バルトシュタイン卿やルキアーノもエリア11に渡ったと聞いています。私らも黒の騎士団迎撃の任務。いや、君たちにはナナリーの護衛を任せたい。ん？ナナリー皇女にはクルルギがついているのでは？ゲームとは言って先を読んでおくものだよ、ノネット。で、アッシュフォード学園に潜入して調査したんでしょ？結果はどうだったの？調査結果はこのデバイス内のファイルにまとめてある。わかった、確認するわ。どうしたの？早くそのデバイスを渡しなさい。条件がある。条件？レイド、あなたそんなことを言える立場だと。俺の能力はあんたが一番よく知っているだろ。何？そんなに難しい条件じゃない。いいわ、一応聞いてあげる。クルルギス族の席を問わないこと。なら殿下の予想が当たっていたことになるわね。どうかな。それはこのファイルを確認するまではわからない。いいでしょう、殿下もクルルギ教に責任を問うつもりはないから安心していいわ。あなたの思う通りにね。感謝する。ではこれを。確かに受け取ったわ。それにしても、あまたの貴族を破滅に陥れてきたシャドウ・ヴェノムともあろうものが、甘くなったものね。クルルギ教にほだされたのかしら？それとも、あなたの同僚の。仕事は果たした。別名があるまではこのエナイツとして行動する。まあいいわ。これで、ようやくゼロの尻尾をつかんだ。うまくいけば、黒の騎士団との開戦前に全てを終わらせられるかもしれないわね。ユフィ、
九州方面に黒の騎士団の動きがある。私が指揮を取り、ルキアーノと共にこれの鎮圧に当たる。残るラウンズは成長の防衛を任せる。自らの席を果たせ。はっ。ん？クルルギの姿が見えないようだが。スザクの奴は別の任務に出ています。そうか。もしや皇帝陛下の命か。奴のことです。また我らを裏切ろうとしているのやもしれませんよ。ん？冗談だよ冗談。少なくとも今のところはな。行くぞルキアーノ。わかっていますよ。まったくあの男は。いつものこと。まあな。しかし任務とはいえ、このひりついてる状況でスザクはどこに行ったんだ。そう、制圧圏内を完全に消失させることができる戦略兵器フレイヤ。まだイレブンと同族意識があるの？私はあなたにフレイヤを委ねたい。ユーフェミア様の騎士でしょ？ユフィ、僕に背負えるのか？ロロ様、ゼロ様は先ほど先行してエリア11へと向かいました。先行して？ええ、大事な用があると。大事な用？僕にも内緒の用事が。そこでゼロ様の命令を再度確認いたします。私たちの部隊はエリア11星庁に潜入し、対象を速やかに確保すること。優先事項第1位はナナリー総督の身柄の確保、第2位は光月カレンの救出、第3位は。サヨコ、そんな分かりきってることなんて確認しなくていいよ。ゼロのために失敗は許されない。ただそれだけなんだから。はい、では参りましょう。一番隊隊長の朝比奈だ。今回の作戦、君たちゼロ番隊の生き残りには僕の指揮下に入ってもらう。それは私たちが一番隊に再編されるということでしょうか？仕方ないだろう。先の極秘作戦とやらで同盟級をはじめとした結構な数の団員を減らしてしまったんだから。それに主戦力である赤木君を失ったのも大きい。そうですね、光月隊長から不幸が重なりました。そうだね。とは言っても一時的なものだよ。今回の作戦で光月を救出すればまたゼロ番隊として編成するはずさ。そうですか。だから君たちには一番隊で変わらず頑張ってほしい。木下、あなたには副隊長を任せますよ。私が？わかりました、全力を尽くします。そうですか、ゼロ番隊を一番隊に再編を。光月に続いて同盟を失い赤木までいなくなったのではな。例の爆発事故ですね。先の作戦でゼロ番隊が持ち帰った押収品が爆発したらしい。赤木はそれに巻き込まれて。ラクシャータのところの錆取りもか。ああ、でも幸いなことに二人とも生きている。不幸中の幸いってもんさ。赤木の方は蓬莱島で療養中。錆取りはどうしてるんだ？まだ意識が戻らない。だから両親にジャバルプルに連れて帰ってもらったよ。そうか、仕方のないこととはいえ、それだと意識を取り戻した時に寂しいだろうな。二人とも姉妹のように仲が良かったから。そうさね。サビ取り？目が覚めたのね。ママ。グルバイア、サビ取りが目を覚ましたわ。おお、サビ取り。よかった。よかった。パパ、ここはどこ？私はどうして？ここはジャバルプル研究所の医務室だよ。イカルガの格納庫で起きた爆発事故に巻き込まれたんだ。爆発事故？
胸が痛むでしょ。爆発物の破片が胸に刺さっていたらしいの。でも大丈夫、破片の摘出手術は無事に終わっているし、ラクシャータの再生技術で傷跡も残らないわ。そう、先生のおかげで。そうは言っても療養は必要だ。しばらくは黒の騎士団には戻れないよ。うん、黒の騎士団に。サビトリ、そういえば、あれ今私何を言おうとして。事故に遭ったばかりでまだ混乱しているのよ。今はゆっくり休んで。うん。サビトリ、なんだろう、すごく大事なことを忘れてしまっている気がする。頭の中にかすかに残っている私の名前を呼ぶ声、あの声は一体。約束通り一人で来たが、どういうことなんだ、ジェレミア君。コーネリア公女殿下の消息を私だけに伝えねばならないというのは。いよいよ始まるのですね。ええ。シンク、東京総会から浮遊航空艦5隻が鹿児島に向かって飛び立ったらしい。どうやら俺たちの動きを察知したようだな。うん、狙い通りだな。現在エリア11にはナイト・ブラウンズをはじめとした戦力を集結させつつあると聞く。ならばこちらに向かっているのもナイト・ブラウンズである可能性が高いの。ああ、だから私もシェンフーで出る。ここの指揮をレイフォン、お前に任せたいのだが。いや、相手がナイト・ブラウンズだというのなら俺もワンフーで出よう。そのためにチャウラー博士に仕上げてもらったんでな。ラクシャータにか。ああ、胸のソケットに副射障壁発生器を搭載してもらった。ゼロの新機能とまではいかないが、高い防御力を得た。天学覇王家電留置銃砲を持つお前のシェンフーが最強の矛、俺のワンフーが無敵の盾というわけだ。伝説の降雨と竜槍になぞられるとは、その名に負けぬ働きを示さなくてはな。その息だ。ただそれを言うなら俺の祖先は二人に撃たれた方ではあるがな。まったく、この緊迫した状況だというのに、殿方というのはいくつになっても戦の話で盛り上がってしまうものなのですね。そのようで。これはお恥ずかしい。失礼しました。お二人とも、チャンリー、ここの指揮はお前に任せる。お前まで。こちら八番隊隊長、チャオ・メイリー。岩国基地目前まで進軍しました。全部隊の配置完了。いつでも大丈夫です。うん、これで準備は整ったな。では、かぐや様、天使様。うん、ええ、頼みます。わかりました。黒の騎士団に告げる。これより日本奪還に向け、進行を開始する。戦闘開始。鹿児島沿岸に黒の騎士団が向かってきています。しかしご安心ください。我がブリタニアはナイト・オブ・ワン、バルトシュタイン卿の指揮のもと。ここはすでにブリタニアの領土、一兵たりとも上陸させるな。敵は我が策にはまった。天への方角が手薄になるはずだ。上陸部隊を取り付かせよ。暁火傷部隊は副射波動弾を一斉射。敵部隊を展開させるな。了解、副射波動弾発射。発射。
こいつはどこから。なんだこの攻撃は。敵部隊沈黙。このまま一気に基地を制圧する。地上部隊一気に攻め込め。チェン・ゾンメイ。ダメだ動きが速すぎる。この基地は持てない。山口の岩国基地に敵軍が侵入しました。ガルシア隊全滅。黒の騎士団め、これほどの戦力を持っていたとは。国土絶対防衛線を維持しようにも東中華海戦で真空に押し切られた以上持たないぞ。うろたえるな。このエリア11さえ守りきればオデュッセウス殿下をはじめとする全ての皇族その軍隊も超合衆国領になだれ込む。他のナイトグラウンズも全て最前線に出ている。逆に言うと日本を解放すればブリタニアの職人エリアは次々と決起します。世界地図が塗り替わるのです。つまりはここが天王山ならばこの戦い。二人とも引ける。もう8年も前になるのか。俺とナナリーはこのクルルギ神社に預けられた。そこでどうだブリキ野郎め、俺を舐めるな。初めてスザクと出会った。助けたい人間を助けるのに理由なんているもんか。昔から融通の利かない奴で、でもだからこそお前は俺の生まれて初めての友達になった。だからスザク、俺はお前にかけてみようと思う。もしお前が俺を受け入れるなら。足りないな、この程度の生贄では。ブリタニアの吸血鬼が王子に行くぞ。お六角特幹人。そのような突破力は危険だ。俺が行く。レイホ、頼めるか。ああ、任せておけ。お前は全体の戦況を見てくれ。分かった。では、左翼は全体に後退しつつ、その機体を孤立させよう。レイホンと残存兵力で包み込んで落とすんだ。了解だ。シュナイゼル王子は東京に留まっているはずですが。恐れることはないよ。九州には帝国最強の騎士ナイト・オブ・ワンがいる。我らは東京に構え、諸外国にこれが小さな紛争に過ぎないと印象付けよう。 Yes, Your Highness。 大丈夫だよナナリー、この戦いはすぐに終わると思うよ。私の読み筋が確かならない。長崎に現れた伏兵はグランサムバリキレー隊が排除しました。島根へ増援部隊を回せます。正面モーリー町にも援護させろ。カリム卿は交代してラス公卿と合流、再編成を。敵の攻勢も息切れしてきたようです。バルトシュタイン様が出撃されれば一気に決まりましょう。そうかな。え、軽すぎるよ。
ゼロの作戦にしては。ギャラハッド発進します。第一特捜は援護を。ギャラハッド発進。一人で来たのか。約束だからな。よく来られたね。状況によって31のルートが設定してある。特にブリタニアは皇族関連のルートが緩いから。違うよルルージュ。ん？よく僕の前に顔が出せるな。そういう意味だ。約束だから。今さら君の約束が信じられるわけないだろ。だったらなぜお前も一人でここに来たんだ。お前だってこれ以上嘘をつきたくないから。ナナリーに嘘をついた君と同じように。最低だ。何が友達だ。ずっと僕を裏切っていたくせに。僕だけじゃない、生徒会のみんなも、ナナリーも、ユフィーだって。超合衆国から依頼を受けたとされる黒の騎士団に対し、我がブリタニア軍は鹿児島沿岸で迎え撃つ形で戦闘に突入しました。大変危険な状態にあるため、各疎開にお住まいの方は軍の指示に従い。戦争が始まった。クラリスさん、私たちここにいても大丈夫でしょうか。大丈夫よ。司令から許可をもらっているし、基地外に出る方が危険だわ。むしろ会社にいるみんなの方が心配ね。では今日は帰宅するように指示を出しますね。ええ、お願い。場合によってはシェルターへの避難を。わかりました。それなら私たちは作業を進めましょうか。これが戦争の役に立つかもしれませんし。とは言っても肝心の DMX-V01 って機体がここにはありませんからね。こっちは完成して残るは実機テストだけだってのに。それは貸してもらえたサザーランドで試しましょう。機体ポテンシャルはともかく規格は統一だから。そうか、確かにそうですね。すぐに取り付けの準備を進めます。お願いね。黒の騎士団がこのエリア11に。あなたもそこで戦っているの。先ほど日本政府より非常事態宣言が発令されました。繰り返します。先ほど日本政府より非常事態宣言が発令されました。何が起こったの。太平洋沖にブリタニアの艦隊が集まっているらしい。これ怖いよ。大丈夫、リーナは私が守るから。おいあれ。お姉ちゃん、お姉ちゃん。大丈夫だよリーナ。もう少しで父さんたちの研究所だから。お姉ちゃん怖いよ。大丈夫リーナは私が守るから。研究所がどうしてこんな。それにあれはナイトメアフレーム。もしかして軍が研究所を。ママ、リーナ、お父さん、お母さん、リーナ。ねえ、どこにいるの。お父さん。ようやくよ。やっとあなたを私のものにできた。これであなたは永遠に私のもの。ああ、愛しのバニエラ、あなたも嬉しいでしょう。これであなたも永遠に私と共に生きられる。素晴らしいことだわ。そう、これはお祝いよ。また消
失っていたのか。ダメだ。まだ頭が朦朧としてうまく頭が回らない。確か、私は、ブルー氏と共に、ギアス教団を追い詰めるところだった。けど、そこに金飾りが。そうだった。私は金飾りに、カーリーに負けたんだ。そこで気を失って。ということは、どういうこと？何？意識が散漫として思考がぐちゃぐちゃ。これは、薬でも打たれたんだ。とりあえずここから逃げ出さないと。体もうまく動かない。これも薬のせい。でも、痛みのおかげで少し頭がすっきりした。まずは情報の整理だ。ここはおそらく、カーリーの所有するどこか。もしかすると、静岡のディゼルインダストリーかもしれない。窓のない一面真っ白な部屋。地下の可能性が高いけど、何のための部屋？きっとその答えの手がかりは、あの母さんだ。あの日本侵攻から8年も経っているのに、私の記憶にいる姿と変わらない母さん。あそこにいるのは、本当に私の母さんなの。母さん。あらあら、床に這いつくばっちゃって、どうしたのかしら？やっとお目覚めね。カーリー・ディゼル。僕らはこのままでいいんですか、東堂さん。ゼロからの連絡はまだ来ていない。でも、ナイト・オブ・ラウンズが出てきているとのことですから、いくら真空総司令でも。ゼロを信じろ。信じられません。勝手にオレンジとか、ロロとかいうやつを仲間にしたり。秘密にしていることが多すぎませんか。この間も、極秘で木下たちを使って。ゼロは今の我々にとって必要な才能。奥義たちと何度も話し合ったことだろう。じゃあ、日本を解放したら？その先はどうなるんですか？うん。奥義とディートハルトはどうした？さあ。俺を脅して何をさせるつもりだ？脅し？いえいえ、今まで通り黒の騎士団の一員として働いてもらいたいのです。どういう意味だ？私はゼロの邪魔をしないでほしいだけなんですよ。なぜだ？俺の代わりなんていくらでも。あなたの存在は平凡であるからこそ価値がある。え？組織というものは太陽ばかりでは立ち行かぬものです。確かめたい。君がユフィにギアスをかけたのか。ああ。日本人を虐殺しろと俺が命じた。なぜそんなギアスを。答えろ。日本人を決起させるためだ。行政特区日本が成立すれば黒の騎士団は崩壊していた。シャーリーが死んだのは俺のせいだ。人間じゃない。君にとってはシャーリーもユフィも野望のための駒に過ぎないのか。そうだ。全ての罪は俺にある。だがナナリーは関係ない。卑怯だ。ナナリーを出しにして。サク、すまない。それでお兄様ったら、私のためにずっとサンタさんのモノマネをしてくれて。優しい兄の顔とゼロの仮面、どっちが本当のルルーシュなの？あれ、ここにも来てないか。あ、スザク、こっちに来なかったか？来るはずないでしょ。本軍の部隊を左翼に投入。
二次突撃の用意を。飛行が指揮官だな。頭を潰しに来たか。戦術の基本ではあるが。これぞエクスカリバー。皇帝陛下自ら名付けられた聖剣なり。九州方面での戦闘はすでに始まっている。それなのに朱雀さんは別任務か。気になる？アールストレイム卿、急に写真を撮るのは遠慮いただきたいです。驚いてしまうので。ごめん、つい。それよりも気になる？朱雀のこと。そりゃあ気になりますよ。私は朱雀さんの親衛隊のはずなのに、同行することも許されないんですから。そっか。でも集中、黒の騎士団との戦闘は始まっている。あ、そうですね。アールストレイム卿のおっしゃる通りです。集中しないと。あれ、そういえばレドのやつは。俺は今、生まれて初めて人に頭を下げている。恥も外聞もない。これ以上は何もいらないギアスだって。だからナナリーを助けてくれ、頼む。あっ、うんうん、今になってなんだそれは。許されると思っているのか、こんなことで。思わない。でも今の俺にはこれしか。ナナリーを救うにはお前にすがるしかないんだ。僕が、俺が許すと思うのか、みんなが許すと思っているのか。俺に惑わされた人たちが、死んでいった人たちが、ユーフィーだって。今さら謝るぐらいならユーフィーを生き返らせろ、今すぐだ。お前の悪意で世界を救ってみせろ。今すぐに。君は奇跡を起こす男、ゼロなんだろう。奇跡なんてない。全ては計算と演出。ゼロという仮面は記号なんだ。嘘をつくための装置に過ぎない。何が装置だ、そんな言い訳が通ると思うのか。嘘だというのなら最後まで突き通せ。しかし過去には戻れない。やり直すことはできないんだ。答えろ、ルルーシュ。なぜ俺に生きろとギアスをかけた。なぜだ。カラス卿、シールド解析後のデータの分析、キャメロットから返信来ました。どうだ。検証のためのデータが少なすぎるため 100% 確実ではないとの注釈付きですが、あの金飾りで間違いないようです。当たりだったようだな。金飾りと思われるナイトメアを積んだトラックを運転していたのは秘書のジョアンナ・クシュナ。このジョアンナはつい最近まで中華連邦に渡っていたという調査報告がある。カーリー・ディゼルではなく、あの秘書が金飾りのパイロットの可能性もあるか。いえ、そうじゃなさそうですよ。どういうことだ。シールドの解析でトラックの荷台に人間のものと思われる熱源があります。そっちがカーリーか。ただただもう一人分熱源があるんです。何？お前が命じた生きろというギアスは俺の信念を歪ませた。なぜそんな呪いをかけた。俺が生き残りたかったからだ。クロビス殿下暗殺の罪に問われた俺を助けたのは日本人を信用させるためだ。ホテルジャックから生徒会のみんなを救ったのは黒の騎士団のデビューに利用できると思ったからだ。その目、知っている。秘密をしまい込んで罰を受けている目だ。だから
俺はブリタニア軍に入った。償うため、悲劇を繰り返さないために。嘘だな、ルルーシュ。君の嘘を償う方法は一つ。その嘘を本当にしてしまえばいい。君は正義の味方だと嘘をついたな。だったら本当に正義の味方になってみろ。ついた嘘には最後まで。しかし、どうすれば。この戦いを終わらせるんだ。君がゼロなら、いや、ゼロにしかできないことだ。世界が平和に、みんなが幸せになるやり方で、そうすれば、ナナリーを。助けてくれる。ナナリーのためにもう一度君と。すまない、お前とならどんなことでも。これは。そこまでだゼロ、すでに正体は知られているぞ。ご無事ですか、クルル議卿。お下がりください、スザク。お前、初めから。待ってくれ。立派な功績を挙げられたわね、クルル議卿。これで戦争は終わったわ。そうか、俺をまた売り払うつもりで。裏切ったな、スザク。俺を裏切ったな。最近スザクの様子がおかしいからさ、こんなのでも息抜きになるかなと思って。これが生徒会室に。ああ、ロッカーの奥に大事そうにしまってあったよ。ところどころ抜けているけどさ、君と、まあ、テロリストと仲良くしている様子をあまり残すわけにはいかなかったのかもな。でもみんなはさ。あ、そうか、あいつこんな顔もするんだな。え？スザクがこんな風に笑うとこ見たことないよ。ふーん。なあ、何？君はブリタニア人とイレブンのハーフだ。コウズキではなくシュタットフェルトの名前を選べばいい暮らしができただろう。その気になればナイトオブラウンズにだって。何が言いたいの？だからこっちに戻ってくる気はないかってこと。いくら大きだろうと、フロートさえ破壊してしまえば。フロートに避難、このままだと艦が持ちません。やってくれるじゃないか、黒の騎士団。突破力の正体はやはりナイトオブラウンズか。お前の命も散らしてもらうぞ。残念、私の願いはお前じゃない。何？ジャガットリー卿、何を。おやめください。どこまで被弾している以上、あとは沈むだけだろう。なら、ルキアーヌが有効活用してやるよ。味方の艦艇を武器にすると砲撃しつつ全速後退。ダメです、間に合いません。どこまで行くつもりかな。ほう、良き使い手だ。なるほど、我が剣撃を自ら受け次の攻撃につなげたか。真空という男、キリンジとの噂は誠であったな。真空総司令が負傷されたようです。ターロン団交代します。作戦指揮は参謀長のジョーチャンリンに移行。まだなのかゼロ。ゼロの正体が本当に学生とは。ギルフォード。悲しいね。
皇族殺しのゼロ、その正体が我が弟とは、なんという悲劇か。兄上。だがルルーシュ、皇帝陛下には私から取りなそう。もちろんお咎めなしとはいかないだろうけど、命だけは救ってやれるかもしれない。憐れむつもりですか、俺を。それじゃ。そう、すべてシュナイゼル殿下のご命令よ。あなたをつければその先にゼロがいるとね。殿下は気づいておられたのよ、あなたとゼロはただならぬ関係だとね。ルルーシュ、私は今でも君の兄のつもりだよ。悪いようにはしない。私を信じてくれないか。信じる。そうだ、君の兄を。残念ですが兄上、私はもう信じることはやめたのです。友情は裏切られたから。ギルフォード卿。誰だ、オレンジではないな。待ちたまえ、お願いしたいことがあるだけだ。わかった、何をすればいい。何、簡単なことだ。私がこのポーズを取ったら、その瞬間から君は私をコーネリアと認識するんだ。そしてコーネリア公女殿下。我が騎士ギルフォードよ、我を助けよ。イエス、ユアハイネス。よくぞ気づいてくれた、ギルフォード。ギルフォード卿、一体何を。お前たちこそ主君を捕らえるとは乱心したか。ギルフォード卿まで、やはり信じるしかないか。姫様、ひとまずこの場を。リレーシュ。さらばだ、俺の最初で最後の友。リレーシュ。信じられません、ギルフォード卿が寝返るなんて。本当ですか、ここで待機って。うん、シュナイゼル殿下からの指示でね。ゼロが現れたって聞いたんですけど。私たちも知らされていなくって、何か大変なことが分かったらしいんだけど。確かめたい、君がユフィにギアスをかけたのか。君ならギルフォード卿が寝返った理由もわかるんじゃないのかい。かつて君が神根島で取った行動の理由も。今はゼロを追うべきではないでしょうか。私たちにはとても大事な情報が欠けているわ、あなたが知っている情報が。クルルギスザク。君は誰だ。日本人、名誉ブリタニア人、ナイトオブセブン、それともクルルギ玄武首相の息子ルルーシュの友達ユーフェミアの騎士。君が話してくれなければ、私たちみんなはアンフェアな戦いに身を投じねばならなくなる。君はどこまで悲しみの連鎖を続けるつもりなんだい。金飾りを乗せた荷台に熱源が2人分。秘書のジョアンナ以外にも協力者がいるということでしょうか。いや、誰かをさらうために金飾りを使ったという可能性もある。至急ギルフォード卿に立ち入り捜査の許可をもらおう。はい。やっとお目覚めね。ここはどう。無理に動こうとして倒れてしまったのね。仕方のない子。あら、額から血が出てるじゃない、もったいない。おお
いえ口もうまく回っていない。ジョアンナったら本当に強い薬を使ったみたいね。ごめんなさいね。中華連邦から連れ帰る間どうしてもおとなしくしてほしかったから。だってあなたすぐに逃げちゃうんだもの。太平洋の上で踊った時もそうだったでしょ。あなたは舞台から降りるのに抵抗がないもの。抵抗がないあなたはブリタニア軍人であることもあっさりやめた。当たり前よね。だってあなたは黒の騎士団の人間、ブリタニア軍にもスパイをするために入っていたから。その反応大当たりみたいね。どうしてわかったのか知りたいって顔ね。簡単な話、あなたはブリタニアを憎んでいる。家族を奪ったブリタニアを憎んでいる。だから黒の騎士団にも入ったし、ハーフであることを利用してブリタニア軍に入りスパイ活動もした。全てはブリタニアへの復讐のため。でもそれは全て勘違い。勘違い？そうよ。あなたがブリタニアに復讐する必要なんかないの。あなたはこう思っているはず。愛する母バニエラをブリタニアが殺した。自分から愛する母を奪ったブリタニアが許せない。ブリタニアに復讐してやるってね。でもそれはあなたの勘違い。だってバニエラはここにいる。私の大きな愛を受けた究極の姿になって。苦労したのよ。バニエラは頑固な子だから私の話もろくに聞いてくれなかった。ジュニアスクールの時、色目を使ってきたガキどもを殴った時もそう。日本の大学に行くのをやめさせようとした時もそう。アンチエイジングの施術を進めた時だってそうだった。バニエラは私の愛を一向に受け入れようとしなかった。小さい頃からずっとずっと愛を注いできたのに。でもね、それはきっと私の愛が足りなかったから。私の愛がバニエラに届かなかったのね。だから8年前のあの日、私は全力で愛を注いだ。バニエラがいつでも私といられるように、永遠にいられるように。綺麗にできているでしょう。私から離れている間に少し年を取ってしまったけど、まだまだ可愛らしい私の愛しいバニエラ。これで永遠に年を重ねることもない。そう、このバニエラは本物よ。だからね、次はあなたの番。バニエラの生き写しのようなあなたに私の愛を注いであげる。見れば見るほど学生の頃のバニエラにそっくり。あの時はバニエラには拒まれたけど、あなたはそうじゃないわよね。かわいそうに、まだ薬が抜けないのね。でも残念、私の深く鋭い愛をその身でじっゆっくりと感じて欲しかったのに。ジョアンナ、そろそろ始めましょう。どうしたギル、なぜ出ない？ギルフォード、このまま東京総会に向かう。イエス、ユアハイネス。ダメだ、ギルフォード卿につながらない。聖長に確認したところ、シュナイゼル殿下に同行しているとのことです。シュナイゼル殿下に？ならば仕方ないのか。いや、しかし。
お待たせしました、カーリー様。やっとね、やっとこの時が来たわ。さあ、私の愛を思いっきり注いであげる。カーリー様、麻酔の追加はどうなさいますか？必要ないわ。だってもったいないもの。承知しました。そんなに不安そうな顔をしなくても大丈夫。意識があるのは最初の方だけ。すぐに痛みなんてわからなくなるわ。これまでもみんなそうだったもの。あら、怖い顔。でもその顔もゾクゾクしちゃう。あなたをここに連れてくるまでの間にいろいろ考えたのよ。あなたという人間とどう遊ぼうかと思って。だってあなたってナイトメアのパイロットとしてすごくセンスがあるでしょ。敵だと思ったら躊躇なく攻撃できる思い切り、持っている武器で必ず敵を殺そうとする勢い。やっぱり血筋なのかもしれないわね。私と対等に戦える人なんてこれまでほとんどいなかったもの。だからあなたのためにナイトメアまで用意したのよ。もう少し遊んでもいいのかもって。でもやめた。何度か戦ってるうちにあなたへの愛情が募っていって、もう我慢できないの。こんな胸の高鳴りはバニエラの時以来よ。また高ぶってきた。ではそろそろ拘束を。バニエラ、あなたはなんて素敵なものを残してくれたのかしら。おかげで私はこうして。お前が母さんを語るな。カーリー様。面白いわね。そう来なくちゃ。どうして。まだ薬が残っているはずなのに。さあ、でも薬が効いているふりをしてずっと逃げ出す機会を伺っていたようね。本当に面白い子。ジョアンナ、ロックは？外に繋がる扉にはすべて、内からも外からも開けられません。なら、ゆっくりと捕まえることにしましょう。その方が面白いもの。しかし、お怪我は？大丈夫。それよりも今は楽しみましょう、この状況を。あの部屋から逃げ出すことはできた。でもまだ打たれた薬が残っていてうまく動けない。まずはここから抜け出す。いや、母さんを殺してあんな姿にした仇がいる。私の復讐は今ここにある。私、カリも嫌いじゃないの。逃げられるものなら逃げてごらんなさい。
逃げられる場所といったら格納庫かしらね。いいのですか、あそこには V01 が。心配しなくても大丈夫よ。この起動キーがないといくらあの子でも動かせないわ。さあそろそろ追いかけっこは終わりにしましょう。おとなしく私の愛を。あっ、避けられた。この当たらないわよ諦めの悪い子でも逃げるの？ならどうして殴りかかってきたりなんか。うまくいった。 V01 の起動キーを盗むためだったのね手癖の悪い子ね。いいわ、最後にやっぱりダンスを踊るとしましょう。ジョアンナ、すぐにマグダラの準備をしなさい。かしこまりました。私はまだ死ねない。あいつを倒すまでは、母さんの仇を取るまでは。だから動いて。ワイヤード C 反応確認。動機取れました。ラグナレクバックアップ復帰します。やはりキルは出ないか。どうしますか。臨検という形で立ち入り捜査を行おう。ディゼルインダストリーの敷地内で金飾りという証拠さえ抑えられれば。なんだ爆発。この爆発はディゼルインダストリーで起きているのか。クラウディオ、緊急事態だ。すぐにナイトメアを出す。わかりました。いいわ、まだ薬が残っているだろうに。その動き体がまだうまく。さすがディーゼル家の血を引いているだけはあるわね。やっぱり猿は劣等遺伝子だったってことかしら。猿だって貴様、父さんを猿だと言っているのか。よしなさい。あなた、お猿さんが父親なんて言ってはあなたの価値が下がってしまうもの。まだ言うか そりゃ言うわよ、バニエラの唯一の汚点だもの。猿と交わるなんて汚らわしい。だから父さんを殺したのか。母さんの汚点だからと。いいえ、ただ邪魔だったから。邪魔？ああ、私のバニエラへの愛を邪魔しようとしたから殺しただけ。たった一発でパーンとね。どうしてバニエラがあのお猿さんにこだわっていたのか最後までわからなかった。やはりお前が父さんを殺したんだな。そんなに怒ること。あの日は大量のお猿さんが殺されたわ。そのうちの一匹でしかないのよ。貴様、あの猿が私の愛を邪魔しなければよかっただけの話。愛、愛だって母さんをあんな姿にすることが。あんな剥製になんて何その言い草。いくらあなたでも許せないわよ。姿って何？あの美しさがあなたには分からないの？ヘラはあの姿になってようやく私と永遠にいられるのよ。
こんな幸せなことはないでしょ。殺されて幸せなんてことあるものか。愛する父さんを殺されて幸せなんてことあるものか。猿への愛なんて片腹痛い。その考えが間違いだと言っている。いいえ、間違っているのはあなた。愛はもっと崇高なものなのよ。私の全てはバニエラへの愛のため。私の愛はこんなにも純粋で狂おしいもの。だからバニエラは私と永遠に共にあるのが最も幸せなことなのよ。さあ、楽しかったおしゃべりもこれでおしまい。今度こそあなたも私の愛も。そこまでだ、金飾り。いや、カーリー・ディゼル、軍への損害を与えた罪で逮捕する。逮捕？私の愛を邪魔しようというの？許せないわね。カーリー・ディゼル、軍への損害を与えた罪で逮捕する。軍がカーリー様を、マグダラを追っていたというの？まあ、遅かれ早かれこうなると思っていたわ。結構な数を殺しちゃったもの。でもこいつらも殺してしまえばいいだけのこと。やはり抵抗するか。仲間ごと撃てないのはやっぱり弱点になるわね。このもろいもろい。なんだこのパワーは。だが武器が強かったってね。これで終わり。クラウディオ。そう、申し訳ありません、カラス卿。クラウディオも実力のある騎士だぞ。それをあんなにもあっさりと。殺しそびれちゃった。後できっちり潰しておかないと。でもその前に邪魔ばかりする鬱陶しいの始末しちゃわないとね。頭がぼやける。まだ薬の影響が残っているのか。正直あのブリタニア軍機が来てくれたのは助かった。この隙に機体の特性を把握しないと。カーリーが私のために用意していたと言っていた機体、金飾りの姉妹機に当たるはず。となれば性能は金飾りと同等。あとはパイロットの実力次第。なるほど。基本的な武装は MVS 以外通常のナイトメアと同じ。フロートもあるのか。あ、このフロートシステム、汎用のものとは違う。そうか、これなら。どうやら2機だけのようね。黒の騎士団の相手に忙しくて数が回せなかったのかしら。
早く始末しちゃいましょう。私にはお楽しみが待っているんだから。まだ私は死ねん。死んでいった部下のためグレンを倒すまでは。防がれた。さっきのやつといい、こいつといい、これまでの雑魚騎士よりは歯応えがある。でもね、ガラス鏡、このままでは。あれはフロートをやられた。機体の制御が。これで終わりよ。ここで終わり。今のは。その機体の使い方、少しは分かってきたよね。でもこのあなたはメインディッシュなのよ。もう少しおとなしくしてなさい。両手で受けてもこの強さ。さあまた眠っててもらうわよ。これは V マキシマム。理論上でしか構築していないものを。カーリーディゼル、お前を倒すために私の命を使う。バカな、こんな使い方したら自壊してしまうのに。父さんを侮辱し、母さんをもてあそんだその蛮行、私は決して許しはしない。この子、ここで私と一緒に死ぬつもり？ここで私の復讐を果たさせてもらう。ダメ、このままじゃ。おお、 ME ブースター。まだ私は。カーリー様、カーリー様。金飾りの反応がない。やはりさっきの爆発で。ガラス鏡、あれを。ん？あれはもう一機の方の。私たちを助けてくれた方の機体は無事だったか。はい、おそらくエナジー切れを起こしているものかと。それにパイロットの方も気を失っているようです。この機体の出自も不明だが、金飾りと相対していたのは一体どういう人物なんだ。クラウディオ、ハッチは開きそうか。いけそうです、今開けます。まさか彼女は。知っているのか。ええ、この前話したガーフィールドさんのご息女、ガーフィールド順位です。何？ MIA になっていたというカーリーの血縁か。ではやはりルルーシュランペルージがゼロだと。ええ、間違いなくね。ただイレギュラーが起こったわ。イレギュラー？ゼロ逮捕のために同行していたギルフォード卿が我々を裏切り、ルルーシュを連れて姿を消した。それは例の資料にあった。そう、人の心を操る超常の力。やはりクルルギス族はあの力のことを知っていたみたい。ではクルルギス族の処遇は。約束通り席は問わない。だけどまだ何かを隠しているかもしれない。今回の件は慎重を要するわ。クルルギス族の端末を調べてちょうだい。
それが彼を救う方法でもあるってこと、忘れないようにね。イエス、マイロード。シュネ、あいつだけには本当のこと。やれやれ、開戦前にゼロの逮捕は叶わなかったけど、まだ手は残っているわ。ほんと、殿下って怖い人。さて、こうなると、クルルギ卿には戦場で身の証を立ててもらわないとね。心配するな。疎開構造の修正は済んでいる。以前のようにゼロがここを壊すことは不可能だ。捕捉しました、ゼロです。来たか、愚か者。狙撃準備に入れ。ヴィンセントも撃墜して構わん。俺が疎開で何の目的もなく学生をやっていたと思うなよ。東京疎開、今貴様を止めてやる。そしてこれがですね。あれ、あ、テレビをご覧の皆様、申し訳ありません。スタジオの電源が落ちたようでして。よし、条件はクリアされた。トード、承知した。7号作戦開始。イカルガ浮上。イカルガ浮上します。艦隊構成各部隊、随時浮上せよ。大木さん、今は分かっています。本艦隊はこのまま東京湾を抜け、東京疎開に突入。ゼロと合流する。確認、戦闘配備。よっしゃ、行くぞ。今度こそ取り戻す。我が忠義、ルルーシュ様とナナリー様のためにも。何、黒の騎士団が東京湾に。バルトシュタイン卿、私と直属のグラウサム・バルキリエ隊。東京疎開にか。そんなに功績を挙げたいのか。いい、破壊したいだけなんですよ。トロ、そちらはどうだ。うん、作戦はスタートしたよ。これからナナリーを迎えに行くから。よし、頼んだぞ、トロ。そうだ、俺が間違っていた。情けなどに頼ろうとしたのがいけなかったんだ。冷徹、非情、自らを完全な状態に置かねば、ナナリーは取り返せないんだ。ルルーシュ、クロビスの時から何かがおかしいと思っていた。しかし理解したよ。納得も得心もいった。今全てのカードは我が手の中に。そうよ、最初からシュナイゼル殿下に伝えてさえいればこんな戦いは起きなかった。あなたがナイト・ブラウンズである以上、罰することはできないけれど、心の罪には自分で答えを出しなさい。自分はどうすれば。世界はね、あなた一人にだけ優しいわけじゃないのよ。乗るしかないのか。フレイヤが積まれたランスロットに、フレイヤをルルージュに。